久々に角竜を並べてみた。そうしたら、なんと、未開封がありました。ナーストケラトプスとユタケラトプスはどちらも白亜紀後期アメリカ合衆国ユタ州に生息していました。ナーストケラトプスは体長 4.5メートル、 ユタケラトプスは体長6から7メートル。大きさはタイやゾウみたいな感じかな。メデューサケラトプス、白亜紀後期アメリカ合衆国モンタナ州に生息。角竜、オウムのような口でどんな植物を食べていたのでしょう。